くぞ。どうよ、これで俺の勝ち越しだ。ああ、俺の負けだな。ま、お前が考え事してなかったら勝負は分からなかったが。気づいていたか。何年の付き合いだと思ってる。例の件か。そうか、うまくいかなかったか。すまない、いろいろと動いてはみたが、計画を遅らせるので精一杯だった。一族総結集のクーデターだ。そう簡単に崩せるものじゃないさ。俺たちの想像以上にみんなの意志は固い。遅らせることができただけでも上出来だ。そっちはどうだ。同志を見つけると言っていたが。こちらも反応が悪い。良くも悪くも彼らはウチハ一族だ。波の結束じゃない。そんな顔するな。こっちにはウチハイタチと何よりこの俺がいる。大丈夫だ、自信を持て。とにかくお前はもう少し内部をつついてみろ。俺は別の方法で。どこにいたんだね。探したよ。って、あれ。よっ。シスイさん。サスケ、どうしてここに。ねえ、二人で何話してたの。俺にも教えてよ。お前にはまだ早い。なんだよそれ。これだけのけもの。許せサスケ。また今度だ。兄さんはいつもそれだよ。まったく、サスケをのけものにするなんてひどい兄さんだ。いいよサスケ、俺が教えてやる。本当？さすがシスイさん。実は俺とイタチのどっちが強いかって話をしててな。俺の方が強いっつうのにイタチが認めないんだよ。っていうか、サスケだって分かってんだろ、俺の方が上だって。違う。確かに翡翠さんは強いけど、でも兄さんの方が上に決まってる。そうか、俺の方が年上だし、普通に考えたら俺の方が。忍びに年は関係ないよ。でもな、俺はシャリンガン持ってるし。兄さんだってシャリンガンを持ってる。だから翡翠さん相手でも負けない。そうだよね兄さん。シスイ、お前。ねえ兄さん、シスイさんより兄さんの方が強いよね。それは。家族ってのはいいものだな。こいつらを見てると心底思う。これを一族の都合で崩させるわけにはいかない。どんな手を使ってでも俺は。シスイ、俺はそろそろ戻る。どうやら夕飯の時間らしい。それに明日の準備もあるしな。お、そういえば任務が入ってたっけ。お前、長くはならない任務だ。すぐに終わらせてくる。なあ、頑張ってこいよ。こっちはこっちでいろいろやっておく。シスイさん、またね。おう。そう、どんな手を使ってでも止めてみせる。という状況にあり、クーデター計画は依然進行中です。そうか、ヒルゼンよ。どうするつもりだ。
このまま手をこまねいていては全て後手に回るぞ。里の王者として時には非常の決断を下す必要もある。今がその時ではないのか。待ってください。まだ残された策があります。俺はそれを試してみたい。即じゃと？耳を貸すだけ無駄だ。もはや手立ては残っていない。策とは何じゃ、止水。俺の万華鏡シャリンガンを使います。その意味分かっての提案か。一族を術にはめるという業を背負うことになるのだぞ。分かってますけど、それでも守りたいものが俺にはあるんです。お願いします、三代目。そこまで言うのなら止めん。やってみよう。ありがとうございます。ただし、ことをなす前に思い返すことも許す。まだ他の方法を見つける時間はあるのだからな。よいな、止水。もう迷いはない。俺のシャリンガンで現実をかけ、クーデターを阻止する。難しいことじゃない。すぐ終わる。イタチは俺の勝手を怒るだろうな。けど、これでお前たちはずっと家族でいられる。それが重要だ。そのためなら俺は。よし。根のものか。なら黒幕は。早いな。さすが春心の止水。団蔵、お前たちは下がっていろ。何を考えている。なぜ俺の邪魔をする。相手の脳裏に入り疑似体験をさせる同日こと天つかみ。それほどの力をクーデター阻止のために用いようとはな。うちは一族の割にシャリンガンの使い方を知らぬと見える。奴らを同日で抑えたとて、うちは一族という存在が残る限り、クーデターの会議は払拭できぬ。よしんばうまくいったとしても、それは今この時だけ。この先同じような事例が起こらないとは限らぬ。いや、おそらく起こるだろう。遅かれ早かれ、うちはとこの葉は対立することとなる。ならばこの時をもってうちはを粛清することこそ里の未来につながるとは思わぬか。だぞ、お前初めから。これも木の葉の真なる平和のため。何、お前の目はわしが有効に使ってやる。よくも粘る。うち葉一の手だれ。その名は伊達ではないか。ならば無理やり隙を作るまで。まずは一つ。このままでは。
団長様。おい、あの傷だ。そう遠くへは逃げられん。はっ。浸水。俺は頭は狙う、足元を狙う。はあ、やれ。まだやり残したことが。任務じゃなかったのか。嫌な予感がしていた。だから。そうか。迷惑かけたな。根が間に入ってしまっている。残念だが、もうウチハのクーデターは止められそうにない。このままコノハが内戦を起こせば、他国が必ず攻め入ってくる。まず戦争になる。こと天掴みを使いクーデターを止めようとした矢先、団蔵に右目を奪われた。奴は俺を信用していない。なりふり構うことなく自分のやり方で里を守るつもりだ。おそらく左目も狙われる。その前にこの目はお前に託す。しずい。頼めるのは親友のお前だけだ。この里、ウチハの名を守ってくれ。俺は。それとだ。俺がお前に渡すのはこれだけじゃない。お前に新しい力を与える。万華鏡シャリンガンだ。シスイ、お前。どの道俺は長くない。最後の贈り物だと思って受け取ってくれ。なんて顔してる。今の俺でもお前の表情は簡単にわかるぞ。不安な表情はお前には似合わない。いかなる時も平静を装え。それがウチハイタチだろ。なに、お前ならできる。大丈夫だ、自信を持て。俺はお前と共にウチハを。これからのお前は暗く辛い道を歩むことになるかもしれない。そんなお前の隣にいてやれないこと、申し訳なく思う。それでも俺はお前が道を外れることなく木の葉の忍びとして進んでくれると強く信じている。だからこそ託せるんだ。
俺の意志も万華鏡もな。いろいろありがとな。俺の道はここで終わる。だがそれがお前の糧となり、新たな力となる。さあイタチ、今がその時だ。己の手で己の道を開いてみせろ。お前ならできるはずだ。じゃあな、親友。あとは任せたぞ。安心してくれ、止水。お前の意志は俺が引き継ぐ。俺は俺の選んだ道を信じて進む。それが里の未来につながる。そして弟を、内葉を救うことになる。そのために俺はこの目と共に闇を歩くよ。光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。これらは因果関係にあり、切り離すことはできない。だが勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作ることはできる。我々に協力すれば、そのやり方を知ることができる。ついに祝賀なるか。もろもろと手回しした甲斐があった。これまで長く時間がかかったが、これで雨隠れの内戦は終わりだ。あとは平定に向け適当に環境を作っていけばいい。さて次は俺の祝願がなるよ。お前たちに協力してもらう、そういう約束だったな。分かっている。具体的には何をすればいい？まずはメンバーだ。暁として活動するためメンバーを集める。数はそうだな、俺を外して10名といったところだ。すでに暁にはお前とコナン、そしてゼツの3人がいる。残りの7名を集める。なぜお前は入らない？俺は裏でいろいろあるのでな。時が来れば暁に加わるが、それまでのリーダーはお前がやれ。分かった。もとよりお前の計画は俺のもう一つの宿願でもある。それで他のメンバーはどうするの？ある程度こちらで目星はつけている。脆弱な輩に入られても困るからな。どこの誰？
今目星をつけているのは3名。滝隠れの禁術を盗み、不死として生きる忍び覚悟、砂の抜け人で傀儡の天才サソリ、そして最後の一人は俺に近しい存在。そいつは俺が連れてこよう。案内は絶にさせる。お前たちはそれぞれにコンタクトを取り、メンバーに招き入れろ。さあ動け、我らの待望のために。このレベルでは大した金にならないな。むちゃくちゃだね。なんだお前たちは。不死の忍び覚悟、お前を暁へと迎え入れる。暁？本当の平和を作り出すための組織だよ。そんな組織などどうでもいい。今俺が興味あるのは金だけだ。興味あるなしは関係ない。お前はただ暁に入ればいい。ずいぶんな物言いだな。どうやら力の差もわからぬ愚か者のようだ。お前は金にならなそうだが、少々口が過ぎた。俺と戦うか。それもいいだろう。俺が勝ったら、お前を暁に連れて行く。こいつ。来い。お前の負けだ。この力は一体。俺はこの世を正す神。来い。悠久の時を生きるお前に居場所を与えてやる。お前ほどの者が属する組織なら、名のある賞金首と戦う機会も少なくないだろう。暁、どうやらことのほか金の匂いがする組織のようだな。決まりだね。目的は達した。戻るぞ。けた里だった。素材として使えそうなのがほとんど嫌がらねえ。次は当たりだといいが。風の国に点在する忍び里がたった一夜で潰される事件を何度か耳にした。あなたの仕業だったのね、赤砂のサソリ。なんだ、てめえは。あなたを暁に誘いに来た。暁？聞いたことねえな。これからの活動にあなたの力が必要。私たちに力を貸しなさい。ずいぶんと上からの物言いじゃねえか。暁は抜け人のあなたを守る場所と考えれば。仕事さえしてくれれば、あとは何をしてもお咎めはない。なるほど、悪い話じゃない。
悪い話じゃないが。何をする気？会いに行くと自分の身は自分で守れるってな。どうやら俺はついている。さっきの里にはがっかりしたが、今こうして俺の前になかなかの素材が現れてくれた。喜べ。お前は三代目レベルのコレクションにしている。実力で連れていく。なかなか興味深いな。お前、徹底的に調べてやる。もう一度言う。私たちに力を貸しなさい。熱。負けた俺に選択肢はない。どこにでも連れて行け。思いのほか物分かりがいいわね。他の暁の奴らを見てみたくなっただけだ。お前の術のように今までにない芸術性を感じられるかもしれないからな。そこを期待されても困るけど、あなたが入ると決めたのなら、それでいいわ。こちらもうまくいったようだな。その後はどうだ？あなたが連れてきたイタチを含め、加入した者たちは人中力に関する情報収集と資金稼ぎをさせてるわ。それでいい。で、あんたの方は次のメンバーに目星がついたか？ああ、追加の一人は霧隠れの忍び、星垣貴様だ。貴様、あの霧隠れの怪人か？奴には俺の方からコンタクトを取る。そういえば、こちらでも気になる情報が入っているのだけど。なんだ？三人の一人、オロチマルが暁に探りを入れているらしい。どうする？潰す？オロチマルの行動ルートも手に入れてるけど。その情報源は？確かサソリの部下だとか。フェイン、この件はお前とサソリで当たれ。接触後の対応は任せる。分かった。俺の知るオロチマルは癖の強い性格だ。そう簡単に奴の情報は流れないはず。おそらく狙いがあるな。まずは挨拶した方がいいのかしら。挨拶は不要だ。お前のことはいろいろと調べさせてもらっている。あら、そうなの？お前が暁を探ろうと動いていることも知っている。なるほど、だから私を消しに来たと。でもね、私もあなたのことをよく知っているわよ。
赤砂のサソリ。今はそのいびつな傀儡に隠れているけど、あなたの本当の武器は三代目風影のはず。ほう、よく調べたな。風影のことはバラしてなかったんだがな。興味あることはとことん調べる性分なのよ、私は。そう、ここまでは兜がもたらした情報として知っているけれど、まさかあの目が暁にあるとは知らなかった。イタチのシャリンガンだけでなくリンネガンまで今私が興味あるのは暁。もっともっと調べたい。お前が何に興味を持とう、別にどうでもいい。どの道お前はここで消える運命だしな。それはどうかし、逆に私があなたを捕らえ暁の情報を吸い出すことも考えられる上等じゃねえか。俺がやる。手を出すんじゃねえぞ。いいだろう。嬉しいわね、その姿で戦ってくれるの。キルコでも別によかったが、お前には完全な敗北を教えてやろうと思ってな。完全な敗北、果たしてそれはどんな味かしら。すぐにわかる。じっくり味わえ。襲撃だ。いや、まだ終わってない。いただくわ、リンデガン。神羅天聖。何今の。オロチマル、遊びはもういいだろう。そろそろ本題に移ったらどうだ。そうね、あわよくばとは思ったけど、そう上手にはいかないわね。ではここからが本題。どう、私を暁に入れてみない。こいつ、さっきも言った通り、今の私は暁に興味がある。なら組織に入ってしまうのが一番早い。戦力としては問題ないって分かったでしょ。俺に負けた奴が何を言っている。私が本気で戦ってないこと、実はあなたも感づいていたでしょう。損はさせないわ。私は必ず役に立ってみせる。必ずね。おい、まさか入れるつもりじゃないだろうな。こいつは暁の情報を盗みたいだけだぞ。そんなことしないわ。私は純粋に興味があるだけ。いいだろう。お前を暁に迎え入れよう。いいのか。こういう輩は野放しにするより近くに置いておく方が都合がいい。それに奴も分かっているはずだ。俺がいる以上好き勝手はできない。ねえ、分かってるわ。どうやら下手な真似はできないよね、当分の間は。ならいい、戻るぞ。彼の顔、どこかで見覚えがあると思っていたけど
運命とは面白い。そう思うでしょう、ジライア。で、メンバー入りしたオロチマルはどんな様子か。特に問題はない。おとなしいものだ。さすがのオロチマルもペインに見張られては目立った行動に出られないから。ところでマダラ、先日あなたが連れてきた星がキキサメはイタチと組ませたけど。ああ、それでいい。これから他の奴らも正規のコンビを組ませていく。そのためにも新しいメンバーを呼び込む。次は誰？岩隠れの抜け人レイダーだ。奴を加入させサソリとコンビを組ませる。ゼツ、サソリとイタチ、そしてキサメにデイダラの元へ向かうように伝えろ。了解。暁だ。そんなのオイラには関係ねえ。オイラはアート制作に集中してんだよ。うん、アート。オイラの手で生み出される粘土アートだ。しかもこれは爆発する。その爆発によりその存在を昇華させて初めて本来の作品となる。芸術は爆発なのだ。もういい、俺がやろう。やろうってか。俺が勝ったらお前を暁へ連れて行く。オイラをアートをなめんじゃねえぞ。うん。挨拶はしまいだ。行くぜ。思ったよりやるじゃねえか。けどな、これで終わりだ。うん。よく自分の姿を見た方がいい。現実、いつの間に。初めからですよ。イタシさんのシャリンガンを見たとき、すでにあなたは現実の中。久しぶりですね、こうして全員が集まるのは。今回は一体何の用だ。10人目最後のメンバーについて目星がついた。やっとか。でオロチマ、邪神教という信仰宗教があってね、魔族に言うカルト集団なんだけど、つい先日その教団がある実験に成功したという情報が入ったのよ。一体何の実験ですか。不死の実験よ。不死だと。不死身となった者の名は飛弾。元は湯隠れの忍びだったらしいわ。我々はその飛弾を仲間に迎える。オロチマ、カクザ、
そして絶。お前たちが迎え役だ。分かった。くれぐれも気をつけて行け。おそらく簡単に言うことを聞くタイプではない。カトン・ズコック。ウートン大突破。リーダー、くっ、暁とかそんなのどうでもいいんだよ。オラ殺戮さえできれば他は何にもいらねえ。俺は俺の思うままに殺戮し、神へ荷を捧げ続ける敬虔な邪神教徒として、これからもずっと。うるさい。あ、俺はおかしな宗教話を聞きにここまで来たわけではない。不死の力を確認するために来たのだ。あ、てめえ今おかしなっつったか。真実を言って何が悪い。ああ、邪神教はおかしな宗教呼ばわりかよ。これはもう大罪だ。謝っても許されに。邪神様、見ててくださいよ。あの愚か者をすぐに潰してあげますから。いい殺気出すじゃない。面白い。潰れろや、この無神論者が。やっちゃったの？いいえ、生きているようね。いってえな、あったく。決まりね。これであなたは暁入りよ。つうか、さっきも言っただろう。俺は殺戮だけできればいいんだよ、ずっとな。それは無理な話。考えなしにただ暴れ回っていれば、いずれ五大国から指名手配され退路を断たれてしまう。死にはしなくとも封じられてしまえば、大好きな邪神様に贄を捧げることもできなくなる。けれど我ら暁に入れば、身を守りながら行動することができる。あなたの行動も継続することができるわ。それに暁にはあなたのセンダスとなる者がいる。いろいろためになるんじゃない。俺の誰だそりゃ。あんたも不死身だったのかよ。うん、さてそろそろ答えを聞こうかしら。あなたはこれからどうする。分かったよ。入りゃいいんだろ。入りゃ交渉成立ね。あなたを歓迎するわ、ヒダン。よろしく。こんなことになるなんてな。人生わかんねえもんだぜ、ほんと。暁は集った。コナン、イタチ、ヒサメ、サソリ、デイダラ、カクズ、
ヒダン、オロチマ、そしてゼツ。おのおのの事情を持ち、おのおのが野望を秘め、我らは今ここにいた。これより我らは本格的に行動を開始する。狙いは1尾から9尾までの尾獣。苛烈な相手だが、必ず全ての尾獣を集め、我ら暁の大望を実現する。そのための10人だ。失敗は許されない。皆心しておけ。行くぞ。暁の幕開け。さあ、月の目計画の始まりだ。よく当てたね。先生相手にすごいよ、カカシ。たった一撃でしょ。褒められるようなことでもないよ。俺だってナイスタイミングってとこ。あ、クシナさん、わーい。みんな頑張ってる？ああ、ちょうど休憩に入ろうとしてたとこだよ。よかった。はい、お昼。ご注文のクシナスペシャルね。やったー！私、クシナさんのご飯大好き。うん、かわいいやつ、かわいいやつ。リンは本当にいい子。せっかくお弁当を持ってきてあげたクシナ様に対して随分な態度を取るじゃないの。ふーん、俺は別に頼んでねえよ。腹も減ってねえし。強がるのもいいけど、とりあえずご飯食べなさい。腹が減っては戦ができぬでしょ。いらねえよ。俺は施しを受けねえ。飯がなくても戦える。へえ、男らしいとでも言うと思ったか。口答えしないで食べる。忍びは体が資本。たく、そういうところがガキなんだってばね。出たよ、出た出た。また始まった。食べてよか、二人とも。この暴力女は。ああ、誰が暴力女だ。カカシもやるようになったわね。うん、あの年であそこまでできれば上出来だよ。リンも成長してるし、いいチームになってきたじゃない。オビトもいるしね。あいつは生意気盛りの半人前でしょ。いっつも余裕ないし、手裏剣もおろそか。イン組だって君の言う通り、確かにオビトには足りないものがいくつもあるけど、あの明るい性格は本当に貴重だよ。オビトの存在が周りのつながりを深くしてくれてる。それは間違いない。って、そんなこと分かってるか。お気に入りだしね、君の。さて、どうかしら。はい、これ。ありがとう。ところで、次の任務地は決まりそうなの？
うん、近日中に本決定されると思うけど、おそらくカンナビ教だろうね。カンナビ教、戦争早く終わるといいね。準備はいいね。はい。それじゃあ、クシナ。うん、みんなしっかりね、頑張ってくるのよ。うん。あと、オビト。あ？あんたはおっちょこちょいで、慌てんぼうでドジでバカで間抜けなんだから、人一倍注意すること。もし怪我して帰ってきたら、げんこつじゃ済まないからね。いいわね。俺を誰だと思ってやがる。俺はほかげになる男、内波オビト様だぞ。何の心配もいらねえよ。絶対に任務を成功させて、そんで怪我なくみんな一緒に帰ってくる約束だ。約束だってばね。そういえば、ずっと聞きそびれてたけど、ん？なぜ君は彼をそこまで気に入ってるんだい？あの子には夢を乗せてるから。夢？いつか私たちに子供ができたら、あの子のように明るくまっすぐに歩いていける、そんな子に育ってほしいと思う。決して頭が良くなくていい、生意気でもいいけど、仲間を大事にして、根性があって、決して意志を曲げない、そんな強い子になってほしいって。この世界は終わらせねえ！終わらせる。